あああれごめん俺寝てたあ,あ もう起こしてよ。映画終わっちゃってるじゃん。あ、ああ、いつから寝てたんだろう。全然記憶がないわ。ふああ、ああ。せっかくのおうちデートの時間が、もったいない。ん寝てていいっていやだよ。 このまま寝たら君俺が寝てる間に帰っちゃうんでしょねえ帰らないでよいいじゃん会社はここから直接行けば大丈夫だよすっぴんでも問題ないって服が昨日と同じだなんて誰も突っ込まないよ 子は気づくってああまあ確かにそうかも嫌 <laughs> <や>だ <laughs> このまま一緒に寝ようよ <laughs> 勝手に帰ったらダメ。珍しい俺がわがまま言うのがそうかな。それに、わがままじゃなくて、正直なんだよ。ごめんね。あと5分。そうしたら、手離すから。 それじゃあ、気をつけて帰ってね。次の週末は、ゆっくりデートしよう。休み取っとくからさ。大丈夫大丈夫って何があ、土日休むことね。はあ、俺が何日休みなして働いてるか知ってる店長にだって文句言わせないよ。 いつも俺たち休み合わせらんなかったじゃないだからたまにはいいじゃん。土日休み取ったって。君も外泊許可取っといてよ。土日はずっと二人でゆっくり過ごそう。ね。お願い。でもじゃない。いいね。 ああ、ダメダメ。せっかく俺が物分かりのいい彼氏のふりしてるっていうのに、そんな風に甘えられたら話せなくなるよ。それじゃ、週末楽しみにしてる。それまでお互い、仕事を頑張ろうね。